そうだ！かもね。でもこれは作戦の第一弾なんだ。第二弾は応援を呼ぶこと。びっくりしただろ。どうだい、ルナガールと手を組んだのか。力を合わせてお前を止めるんだ。月に手を出すな、ロミオ。私のものだ。違う。そろそろ作戦の第三弾に進むよ、ルナガール。ええ、いいわよ。こちょこちょ攻撃。やめてくれ、なんとかしろ、ロボット。はルナビームから逃げられるやつはいない。お前もだ、ロボット。その通り。ガモ、ルナガールもロミオもロボットも戦いに夢中だ。アウレット、第4弾に行こう。スーパー結構パワー取ったよ。あの望遠鏡がないとレーザーの狙いをつけられない。ダメだ、笑ってる場合じゃないぞ。ち、あっち行け。ちょっと、どこ見てんの。気をつけなさい。望遠鏡を奪え、ロボット。もう遅いよ、ロボット。スーパーキャットスピード。よし、バラバラです。どうしましょう。まさかそんな。諦めろ、ロミオ。もう望遠鏡は使えないんだ。あとはお前をパジャマスクが倒す。僕にはまだ宇宙レーザーがある。やめろ、何するんだ。すぐに離せ。じゃあそうするわ。そんな、今回はお前たちの勝ちだが、次は覚えてろ。ご主人様、待って。ねえ、ルナガール、いいチームワークだったね。これからも一緒にどう。なかなか楽しかったけど遠慮しとく。それじゃね、パジャマ抜けたち。それじゃあ任務完了。まだだよ。そうだ、望遠鏡を元の場所に戻して終わりだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。これこそ力の源の岩。力の源の岩。その話カンフーの本で読んだよ。伝説によるとね、岩の中にすごいメダルが隠されてるの。これのことか。すごい金メダル。そうじゃない、力のメダルだ。誰よりも強いヒーローだけが岩を砕きメダルを手にできる。その強いヒーローとはもちろんこの僕。強いヒーロー。ナイト忍者はヒーローじゃないでしょ。必ずメダルを手に入れるから楽しみに待っていろよ。笑うのはその後だ。強いヒーローだけが持つことのできるメダル、それがあれば僕が強いってみんなにすぐわかるよね。月光、何の話をしてるの。僕があの岩を割ればメダルはナイト忍者じゃなくて僕のものになる。それを本のスポーツ選手みたいに首に下げるんだよ。カンフーの力を見せろ、忍者リノ。ああ、もっと強く叩くんだ。こうだよ、はいや。君の力じゃ無理だ、ナイト忍者。僕がやってあげる。結構やめて。でも僕が岩を割ってメダルを手に入れたら、ナイト忍者はもう街灯を壊したりしないでしょ。できもしないことを言うな、トカゲ坊や。忍者リノ、さあ岩を転がせ。追いかけろ、弾んだ拍子に割れるはず。岩を転がし続けたら街中がぺっちゃんこになっちゃう。なんとかして止めよう。行こう、僕があの岩を割るんだ。あの岩は誰にも割れないよ。危ないから止めるだけでいい。でも僕がすごく強いって見せたいんだ。それで部屋にメダルを飾る。月光はものすごく強いから岩を叩いたらどこかへ飛んでいっちゃうよ。他の手で行こう。ナイト忍者の周りを僕がぐるぐる回って。そう、私が月光をその中へ下ろし、岩を叩き壊す。違う。いや、何か聞こえるよ。はっ、ははっ、カンフーのテレビに出るのはそう、この僕だ。うん、トルブー。よし、うんとかっこよく撮れよ。はっ、はっ、はっ、はっ。それはマスターファンの剣だ、ナイト忍者。すぐに返せ。ああ、コレコちゃんがニャーニャー騒いでるぞ。
返すわけがないだろ。役立たずのマスターファンより僕の方がずっと上手に剣を使えるんだ。つまり僕がテレビに出た方がいいってことさ。どうするキャットボーイ、作戦は？スーパーキャットスピード、キャットボーイ。はっ、3人で力を合わせなきゃ僕には勝てないんじゃないのか。キャットボーイは簡単に怒って作戦も言わなかった。僕たち何したらいいんだろう。わかんない。とりあえず戦おう。スーパー月光カムフラージュ、いけ忍者リーナ。撮影するぞ。パジャマスクどもは出してやらない。拍手もできない役立たずだからな。しまった、やったね。急いで小さくして。結構大丈夫、後でちゃんとやるよ。その前にゴミ箱をうんと大きくしなきゃね。大きなパジャマスクは大きな失敗をしたようだね。待てよ、巨大なガがいればルナボードなんかいらないね。うわ、巨大化マシンはもらうよ。私のものだ。パレードの車も全部いただこう。巨大なガの力ですぐ運べる。最後にもう一つ、さようならトカゲちゃん。小さい可愛いトカゲちゃんになったね。これからどうしたらいい？マシンを取り返してまた僕が巨大化する。ちょっと待って、その前に月光が大きくした蛾をなんとかしなきゃ。そうだね。アウレット、蛾をおびき寄せて、その隙にルナガールからマシンを取り返すよ。それから月光がマシンで蛾を小さくする。よし、巨大な蛾よ。いいぞ。ねえみんな、私のこと構えられる？待って、すぐ戻ってこい。スーパーキャットスピード。僕がもらうね。ありがとう。いいね月光、アウレットが目の前を飛んだら蛾を小さくするんだ。了解キャットボーイ。頼むよ、僕はルナガールを見てくる。うわぁ、そうだ、キャットボーイの作戦をちょっとだけかっこよく変えちゃおう。スーパーキャットスピード。いいかガタチ、いいものを探して。は？何？ちょっと何する気なの？ドアは全部閉めたよルナガール。ここからは出られない。そうかしら、ルナボード。はっはっは。ルナガールとガに逃げられた。ガニも盗まれなくてよかったよ。フクロウがなくなってる。盗まれた。ルナガールにあげたってことにしたらどう？そうはいかないか。うわぁ、ルナガールはこれ全部気に入らなかったみたいだね。この猫のどこが嫌なのかわからないけど。クラスのみんなに返してあげよう。うん、みんなすごく喜ぶよ。みんなじゃない、私のフクロウはここにないもん。中に入って取り返してくる。ここにバリアか何かあるみたい。一人じゃ無理だから手伝ってくれる？どうしても取り返したいの？だってルナガールが盗んだんだよ。そのままあげるなんて無理。わかった、ルナガールの気を引いてて。僕の力でバリアを破れないか試してみる。ねえルナガール、邪魔
しないでよ。月の置物にスリスリしてたのに。あたしから盗んだフクロウの置物でしょ。違う、あなたからもらったものよ。あげてない、あたしのだよ。でもあたしに似合ってるからあたしが持ってる方がいい。さあ早く、あたしのって言って。言いなさい。よしと、スーパー結構パワー。やる、絶対によそ見はしない。当たるところでしたよ。文句はいいから、あの小鳥を捕まえるのを手伝え。あとちょっとだ、行くぞ。諦めなさいラバット。しまった、やられた。あ、アウレットが。月光が時計を壊すまで僕がロミオの相手をしなきゃ。ご主人様、ちゃんと捕まえたのに。おい、また文句か。お前より小鳥をノロノロにする方が大切なんだ。僕を捕まえられるかロミオ、スーパーキャットスピード。邪魔をするんじゃない、街中をゆっくりにするんだからな。また君。でも今度は気にしたりしないよ。スーパーキャットジャンプ。よしやるぞ、街を全部だ。そんなパーティーだよみんな。うわー、ドカンと行くぞ。スーパー結構パワー。何、やった。どうなってるの。うわー、やったばい。うわー、うわー、うわー、落とすんじゃないぞ。悪いねお邪魔くんたち、ケーキは僕のだ。じゃあな。ちょっと待って、まだ何かあるのか。他のゲームをやらないか。負けそうで怖いなら別にいいけど。怖い、よし、椅子取りゲームをしよう。勝ったやつには。うわ、マスターファンのかっこいい風船。僕1回目で負けるよ。それでケーキを取りに行く。君たちはその間ナイト忍者とゲームをしてて、すぐに勝っちゃダメだよ。風船、分かった、キャットボーイ。ああいいよ。はいや、よし、音楽が止まったらすぐ椅子に座るんだ。椅子があればね。音楽。誕生日坊や。あー、最初に負けるなんて本当に運が悪いよね。ナイト忍者に勝つのは無理だ。スーパーリザードクリップ。さあ次だ。あ、ごめん、僕の椅子だよ。はは、バイバイ小鳥ちゃん、君の負けだ。悔しい、ナイト忍者やるわね。残りは僕たち2人だ子猫ちゃん、当然僕の勝ちだ。そうだろう、もし君が勝ったらあのケーキを落としてやる。そんなことはさせない。そうかい、僕のパーティーなんだ。僕が負けたら誰にもケーキは食べさせない。忍者バスって本当に強そう。僕小さいけど平気かな。今助けるね、結構。
がいる。あ、はっ、しまった、動けない、助けて。月光、お願い助けて。ヤモリもびっくり、僕に助けてほしいの？だって友達だろ。友達はいつでも助け合う、それで二人とも手伝ってくれてたんだ。そう、僕だって君たちのことを助けなきゃね。今こそヒーローになろう。月光モービル尻尾攻撃、やった。取り上げるなら代わりにパジャマスクの車をもらうことにするよ。そして忍者ブラックと忍者ブルーに塗ってやる。キャットボーイ、アウレット、お願い助けて。今行くね、結構。ねえ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 、やっと逃げられた。おいナイト忍者、僕たち3人が力を合わせれば忍者リーノなんか敵じゃない。パジャマスク、行くぞ。スーパーキャットジャンプ、スーパーアールウィング、スーパーリザードグリップ。見て、マイクを取り返す。そうだ、たくさん力を貸してくれた人に余ったコンサートのチケットをあげるよ。僕が一緒に行く、だって大の仲良しだもん。あれ、スーパー月光カムフラージュ。ラララ返せ、ルナガール。尻尾が挟まった。ああ、返さない。また子猫ちゃんが来たよ。飛び方を教えてほしいみたいだね。は？どうなってるんだ？キャットボーイ！ルナガールがスケーターを動かしてない？見てみるね。アウルアイ！月光の言う通り、ルナマグネットを使ってる。そっか、それでか、あのキックスケーター見覚えがあったんだ。ルナボードにハンドルをつけたんだよ。シンシアなんておばさんはいない。ルナガールがキックスケーターをあげたのね。それでずっと操縦してた。してないわよ。ほら今またやった。やっと気がついたみたいだね。でももう遅い、月の気球は私のものだ。あんたは頑張って子猫ちゃんを助けな。猫ちゃんはまんまと騙された。本当はレイリオ。行こう月光、キャットボーイを助けなきゃ。猫は飛べないって誰が言った？今忙しいの。この月に私は月の気球に乗って遠くに行く。さあ出発だ。どうなってるの？
邪魔な子猫ちゃんが絡まった時にロープが切れそうになった。なんでもっと早く言わなかったの。はあ、気球だ。アウレットはキャットボーイを助けて、僕は気球を捕まえる。やっぱり無理かも。うわあ、助けて。キャットボーイ。だから何なのよ、やっぱりつまんない。結構が追いかけてきてる。じゃあ基地には誰もいないってこと。他の子たちが基地のゲートを開けようとしてるの。邪魔な月光がいなくなれば私の計画はうまくいく。ついにパジャマスクの基地が手に入るんだ。私のものよ。ルナガールだ。僕が手伝わなきゃね。スーパー月光カムフラージュ。なに、アールウィングフィー。さあルナガール、フロッシーフラッシュの第一巻を返して。リモコンをいじってる。グライダーが変なの。なんだろう。私のガが基地にいるのよ、子猫ちゃん。悪いけどあんたたちの基地はいただく。これからは私のものよ。スーパーキャットスピード、うん、勝手なことはさせないぞ。ガは基地に入れない。結構が中にいるんだ。あ、ごめんね、みんな。ここにいるよ。基地にさよならを言うんだね、パジャマ抜け。結構中にいなきゃダメじゃない。わかってる、ごめんね。でもルナガールはまだ基地に入ってないよ。大急ぎで戻れば間に合うはずだ。すぐ行ってくる。僕もみんなを手伝わなきゃね。ガヨ、なんでゲートが閉まったままなの。早く開けて。大変だ、基地のゲートが開いてく。えっ、結構僕が言われた通り中にいたら、本もすぐ取り返せたし、基地も無事だったんだ。大丈夫、今こそヒーローになろう。ルナガールを頼むね。僕は中から手伝うよ。頑張ってね、結構。おい、基地から離れるんだ、ルナガール。ゲートが開いたら中に入る。お前たちは締め出してやるよ。下がりなさい。フロッシーフラッシュがどうなってもいいの。おい、ロボット、最後のチャンスをやろう。遊び道具を返せ。ロボちゃんは絶対に渡さないぞ。大事な友達なんだ。もう諦めろ、ロボット。キックマギー様とマスターファンは必ず悪を倒す。相手がロボットでも同じだ。私も忘れないで。フロッシーフラッシュが新しい技を見せるね。フライングフロッシーフラッシュキック。制服する。どうしちゃったの。すごくいい子だったのに。
まだ完璧じゃないって言ってたでしょ。私がぶつかったせいで回路が変になって悪い子になったのかも。ほんとごめんね。謝らなきゃならないのは僕たちの方だよ。マスターファンとキクマギーにこだわってアウレットを入れてあげなかったからこうなったんだ。キャットボーイの言う通り、まだフロッシーフラッシュをやりたかったら僕たちの仲間になってよ。決まりね。一緒にロベットを止めよう。ロミオを助けて遊び道具を取り返すの。世界を征服する。世界を征服する。ロミオ、今行きます。ロミオが嫌いになったんじゃないの？そうじゃない。ロベットという機械とばかり仲良くするから焼き餅を焼いていただけ。それで遊び道具を使って別のロボットを作ってたの？ロミオを助けたら遊び道具を返してくれる？いいでしょう。遊びはもう終わりだ、パジャマスク。ここに立っている騎士は一つで十分なのさ。世界一の騎士は僕のだ。どうしよう、タイヤの橋を渡ってきちゃうよ。私のせいだね。ナイト忍者の基地にある新しい武器を見たら羨ましくなっちゃったの。はあ、みんなの言った通り、他の人が持ってるからって欲しがるのは良くないね。気にしないで、アウレット。ナイト忍者に勝てる武器が絶対何かあるはずだ。みんなでスクールバスを取り返そう。ナイト忍者を倒す武器ならあるよ。この基地にちゃんとね。今こそヒーローになろう。やるぞ。世界で一番の基地は？ナイト忍者の基地だよ。僕たちパジャマスクの基地は潰されちゃってもうないんだ。うはははは。あ、巨大な毛玉か。パジャマスクめ、何をする気なんだ。大当たりだね、キャットボーイ。ありがとう、月光。アウレット、毛玉をぶつけるバスは一番下にある3台だけでいいの？そうだよ。下の3台の位置がずれたら残りのバスもバランスが崩れる。いい腕だろ、ナイト忍者。もっとぶつけてあげるよ。やめろ。おい、ふざけるな。私の番。アウルグライダーには爪があるの。僕の基地に何をする。世界一の基地がなくなった。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。よし、のことか。何をしたの、ロミオ。僕は何もしてない。悪事にタジタジボックスがやったんだ。そう、トランスフィギモジフィケーションの力さ。ごめん、僕のせいだね。ロミオを捕まえようとして何度も何度も飛び出して失敗ばかりした。同じやり方にこだわらないでいろいろ試せばあんな箱を作らせないで済んだのに。悪事にタジタジボックスだよ。僕は中にいるから、何か用があったら電話してくれ。博物館には入れない。そうだね、キャットボーイ。でもロミオを外に引っ張り出す方法だったらある。今こそヒーローになろう。あれ、やっぱりロミオ市長がいいかな。それともロミオ国王。ご主人様、外を見てください。何？ラボが動いてる？バッテリーがないのにありえないよ。うわ、降りろ降りろ、ロボット。スーパーキャットスピード。どうして進まない？今まで動いてたのに。そう、動いてたよ。僕のスーパー月光パワーでね。騙したな。僕の箱。
盗んでる。そこまでだ、ナイト忍者。芸術の才能を見せたいのはわかるけど、物を盗むのはいけないことだ。やめてくれ。お前が僕を止めるのか。違う、私よ。おい、いいぞ、アウレット。他のも全部取り返して。僕たちは作品を取り返すね。その前に、ナイト忍者を懲らしめなきゃ。ねえ、何してるの？水のタンクに絵の具を入れてる。私の彫刻に絵の具をかけたから同じことしてやるの。ダメ！うわ！アウレット！なかなか美しい模様だ。でも絵の具で僕は止められない。じゃあこれでくっつけて止める。アウレット、ちょっと助けて。ありがとう。でもあんな風に絵の具をまいたらみんなの絵にもかかっちゃうかもよ。友達の絵がアウレットの彫刻みたいになったら嫌でしょ。だけど作品にはかけてない。ナイト忍者を絵の具まみれにしようとしただけ。他のやり方を考えなきゃね。次はどこに現れると思う？他の作品を盗もうとするんじゃないかな。絵や彫刻とかがたくさんある場所って？きっと博物館だ。すぐ行こう。お前たちは僕の傑作を磨け。他の奴らは盗んだ絵を博物館の中に隠すんだ。素晴らしいじゃないか、あの美しさ。まさに感動的な傑作だ。やっぱり僕は史上最高の芸術家だな。ねえ見て、まさかあれはナイト忍者のすごく大きな彫刻だ。近くに行ってよく見てみよう。結婚モービルカムフラージュ、スーパーリザードグリップ。そこにいたか。でも逃げ続けるのは無理だ。自分はすごいと思ってるのか。でもお前の運もそこまでだ。よし、いいぞ月光。どうやってロミオのマシンを奪うの？大丈夫、ちゃんといい方法を考えたから。好きなだけ飛び回るがいい。でも反重力マシンからは逃げられないぞ。よし、これがいい。こういうのを探してたんだよ。もう諦めろ。そんな小さな盾じゃ身を守れない。違う、盾の代わりに使うんじゃない、鏡として使うんだ。おいロミオ、僕が身長3メートルでも当たらないだろ。よし、いいぞ。そんな反重力マシンが。待て、出るものを元に戻そう。地上が一番。よせよせよせ、僕の邪魔をするな。ちゃんと飛べるようになった。やった！基地が地面に戻ったよ。次はキャットボーイを元に戻さなきゃね。僕の反重力マシンを返せ！ダメだよ。この悪い機械は誰も届かないところへ飛ばすんだ。見て、ロミオだ。なんだあのマシンの行列。ロボットに反り型ラボ、それにスーパートレインも。よし、下に降りよう。アウレット、パジャマスクか。驚いたな、僕の世界征服を見に来たのか。そう言っていつも失敗してる。今回は違う、マシンを全部使って総攻撃を仕掛けるんだ。僕たちがいる限り成功しないぞ。マシンを一度に全部止められるのか。ロボットがお前たちにスロー光線を浴びせ、基地を臭いガスでいっぱいにする。お前たちが慌ててる間に反り型ラボで武器を凍らせる。
おじゃマスクに邪魔されることは二度とないんだ。そんなことはさせないよ。スーパートレインも忘れちゃ困る。すごい速さで走り回って街を破壊するぞ。そして僕の新しい街が誕生。ドラムロールを頼む。ロミオタウンだ。僕たちが止めてやる。ああ、でも何から止めるんだ？氷マシン？スロー光線？それともスーパートレイン？ほんと悩んじゃうよね。その通り。マシンが完璧になれば世界征服は簡単さ。前にお前らに壊されてまだ調子が悪いんだけどね。でも修理が終われば新しいラジカルロミオリモコンで自由自在に動かせる。それじゃあな、パジャマスク。マシンの修理が終わる前にロミオのリモコンを奪い取ろう。いい方法があるよ。新しい動きを使うんだ。そうだね。いい？アウレット。でももっといい方法があるよ。私が空からパッと奪うの。ナイト忍者が見つからない。どこに行ったんだ？ヒーローの必殺技で倒してやる、ナイト忍者。あれ、どこ行ったの？気をつけて、ベタベタの蜘蛛の巣だ。逃げ道が一つあるよ。上から出る。僕がスーパー月光パワーで巣をどかすよ。待って月光、僕がスーパーキャットスピードで走って蜘蛛の巣を破る。さあ、新記録だぞ。おじゃマスクどもがハエみたいにクモの巣にかかったぞ。やっぱり僕の悪巧みは最高だな。大して悪く見えないってどういうことだ。わかった、もっと悪い作戦を考えてやる。みんなが震え上がるやつを。スーパーキックパワー。待ってて、すぐ下ろしてあげる。下がってて。ありがとう月光。ナイト忍者を追いかけよう。今度こそ僕の必殺技で倒すんだ。楽しみにしててね。でもキャットボーイ。ロミオはどこにも見えないよ。アウルアイを使ってるの？うん、でもキャットアイって呼ぶ。アウルアイのパワーもコピーしたの？僕もやってみる。月光ビジョン。あ、ロミオがいたよ。違う。今度こそ見つけた。違う。あ、いた。違った。アウルアイで遠くのものをアップで見るのはどうやるの？わっ、やった、はい、宙返り成功。ロミオを見つけたよ。ほら、あそこ。ちょっと、飛び方が変だよ。大丈夫？うん、でも挟まった。ロミオに逃げられちゃう。あと一回引っ張れば取れそう。はい、行こう。急いでロミオ。うわ、飛ぶのは私のパワーだよ。なんで真似するの？だって飛ぶのって最高だもん。3人とも飛べればロミオすぐに捕まえられるだろ。上手な飛び方を教えて。止まり方とか宙返りとか。いいよ、私についてきて。うわ、さすがだね。すごく速い。本当にすごいね。行こう月光。パジャマスク、ここまでおいで。フクロウのパワーは役に立つ。残り2人の分もパジャマスクのパワーを奪えば僕は無敵になるんだ。こっちだよ、小鳥ちゃん。まずい、罠だよ。止まって。でも止まり方がわからない。うわ、大変だ、どうしよう。スーパーキャットスピード。
ムフラージュ。え？うわ！3人のパワーを全部いただいた。世界征服に一歩近づいたぞ。スーパーアウルアイ。あった。待て、返せ、ふざけた不快な袋め。ボタンが動かなくなった。毛玉が止まらない。うわ、ならないのかもね。ロボットだ、見て。いいか、マシンを取り返すんだ。パジャマスクじゃなくてお前たちを増やしたい。マシンをこっちに投げて、光ってるところを壊すよ。無理だ、ロボットが多すぎる。それかパジャマスクの数も増やせばいいのかも。やったやった。ヤモリもびっくり、4人になったの。キャットボーイのみんな、いい作戦があるんだ。一緒にやろう。あのロボットを遠くに転がすぞ。やめろ。よし、ロボットは終わりだ。へえ、そうかい。お前のコピーは言われた通りにしてないぞ。何やってるんだ、遠くに転がして。もっといいこと考えた。ロボットが目を回すまでくるくる回すんだ。街をあちこち転がしてロボットを迷子にするよ。僕はこの上に乗って走る。すごくいい運動だよ。じゃあね。危ない。ロボット、おじゃマスクを捕まえてぶら下げろ。ロミオのマシンを奪い取ろう。探してるのか、トカゲくん。スーパーキャットスピード。スーパー月光センスが間違ってたんだね。スーパーセンス？やめてくれ。間違ってないよ。ナイト忍者はちゃんと学校にいただろ。中じゃなかったけどね。お前とお前、一緒に来い。奴らの旗を取りに行く。残りのものはこの旗を守れ。ナイト忍者が旗を取りに行った。アウレットを助けに戻ろう。邪魔なのは小鳥ちゃんだけか。なんだって、トカゲ坊やが森に向かった。よし、あの間抜けにスーパーセンスが本物だと思わせてやろう。なんで森に来たの？ナイト忍者は基地に行ってるはずだよ。この近くにいるって月光センスで感じるんだ。本当だよ。ほら、あそこ。見つけたぞ。残念だけど、誰もいないよ。スーパー月光センスなんてないんだろう。スーパーキャットスピード、うん、どうなってるんだ。ナイト忍者が近くにいる。ベタベタ手裏剣が証拠だよ。スーパー月光センスでナイト忍者の場所を探してみる。あっちだ、行こう。マヌケなあのトカゲはインチキパワーで僕に勝つ気なのか。ちょっとばかり思い知らせてやろう。はいや。スーパー月光センスで分かったんだよ。ナイト忍者はあっちに行った。は？手裏剣がくっついてる。全部剥がさないと月光モービルを動かせない。止まりなさい、ナイト忍者。金の戦車を返して。嫌だね、これは僕のだ。忍者リーノもそうさ、お前の言うことなんか聞かない。忍者リーノ、さっきはごめんね、本当にごめん。もうリーダーじゃないけど、できれば助けてほしいの。ああ、やれやれ。悲しそうな顔で騙す気か。あいつの話は聞くな、僕がリーダーだ。あ、どうしたんだ。重すぎるのか。お前たち飛び降りろ、急げ。何を怖がっている。忍者なんだ、飛び降りても平気だろ。さあ行け。大変、
忍者リーノ、この僕が悪かった。ちょっと意地悪だったかもしれない。もういいだろ。さあおいで。僕も大好きだよ、忍者リーノ。ああ、ナイト忍者も案外優しいね。ああ、もう終わりだ。行くぞ。町を覆い尽くす前にあの雑草を何とかしなきゃ大変だよ。うん、すごく大きな雑草はどうしたらいいって園芸クラブで言ってたっけ。掘って抜けばいい、簡単。ちょっと待って、大きな草には大きな根っこがある。根っこも取らなきゃダメなんだ。もし一本でも地面に残ってたら、そこからまた月の花が生えてくる。じゃあ全部掘っちゃえばいい。それがアウレット流の草取りよ。残りは2人。スーパーキャットスピード。スーパー月光パワー。待ちな。作戦を考えた。あの花は夜に育つだろ。きっと光が嫌いなんだよ。アウルグライダーのハイビームを当てたら強い光で枯れるかも。待って、掘って抜くんじゃダメなの？私だって花のこと詳しいんだから。アウレット、掘るだけじゃ無理だよ。ショベルを使うからでしょ。アウルグライダーの爪を使えば大丈夫。花の周りを飛びながらうまく掘るね。今度はあのベタベタのツルに捕まらないようにしなきゃ。根っこ掘り返しよ。おやおや、害虫のおじゃマスクが来たようだね。捕まった。まただ。あら、かわいそうに。羽が逆立っちゃう。任せて。スーパー結構パワー。いけ、パジャマスク。何？見たことないよ。じゃあな、僕はこれで。まったな。どうしたの、アウレット。一緒に戦ってほしかったのに。ごめんなさい、ナイト忍者には勝てそうもないと思って。空中回転とか見たでしょ。アウレットの方がすごいよ。僕たちはそんなにうまく飛べない。だから力を貸して。アウレットなら勝てるよ、絶対に。わかった。アウロアイ。博物館のロケットも盗み出してる。ナイト忍者の隙にはさせない。どんな作戦で行く？作戦は、作戦は、ダメ、思いつかない。まあいいよ、行く途中で何か考えよう。キャットボーイ出動。うわキャットボーイ、なんとかして。うわ、私には勝てない。待って、どこに行くの？基地だよ。私はいない方がいいでしょ。そんなことないよ、一緒に来て。アウレットは誰より上手に空を飛べる、信じてるよ。私は信じられない。